人は皆その胸の内に帰る場所を持っている。かけがえなき人の面影とともに、それを持たぬ者、なくした者はさまよい、求め孤独の淵に人知れず泣く。そこに生きた人々を忘れ、そして人々に忘れられた場所、そんな星が宇宙にある。アルカーズの囚人解放を要求する。応じない場合はこの列車を乗客もろとも第7番学生首都に墜落させる。敵武装艦艇に高熱源反応。弾道予測回避用意。手法解凍。測定完了。追尾装置ロックオン。撃て。潜入しました。配置につきます。了解。セットカウント3、2、1。キリア、犯人は弾切れだ。挟み撃ちで確保する。マジですか、結城先輩。相手がまだ武器を隠してたら危ないじゃないですか。SDF だ。両手を頭の上に置いて床に伏せるんだ。作戦終了ですね。キリアンより報告。人質は全員無事、2人死亡、1人逮捕で制圧しました。キリアン、乗員名簿紹介だ。もう大丈夫ですよ、お嬢さん。悪い奴らは我々 SDF が。損害1、訓練終了。キリアン、命は一つしかないんだぞ。え？あれが実際の現状なら君は死んでいた。訓練を甘く見て気を抜くんじゃない。何度言ったら分かるんだ。はあ。俺たち SDF の任務は乗客の安全を守るために体を張って。いやー、おっしゃる通りです。だから体を張って犯人の銃撃を引きつけたんじゃないですか。それにしてもあんな極限みたいなことができるなんて、
結城先輩さすがですね。キリアン、お前面白いやつだな。先行き楽しみだぜ。え、研修期間が3タームだっけか。それまでせいぜい生き残ってくれよ。はあ。話は済んだか。では各自通常任務に戻れ。結城は引き続きキリアンの指導を頼む。はい。キリアン・ブラック。はい。今のお前はシリウス小隊の隊員だ。その間はシリウスの名に恥じぬ行動を取れ。はい、バルジ隊長。頑張りなさい。幹部候補生でしょ。ルイさん。ルイで結構よ。やっぱり笑った顔の方が素敵だね。そのゴージャスなまつげも自前ですか。も持って何よ。銀河鉄道管理局に緊急入電。カペナ周遊船507号より緊急入電。ガンマポイント309軌道リング付近で異常事態発生。詳細は。それが報告が容量を得ません。軌道上に海が見えると。何。パルナバス新船816号より緊急入電。軌道上に森が出現。緊急停止しています。ウェライズリー404号より連絡。軌道上にコスモス畑が出現。シエナブル分岐点付近で緊急停止しています。ペガサス、カストル両小隊に出場要請。816号、404号現状へ。507号現状へはシリウス小隊を向かわせろ。こいつは本当に海だわ。状況見分調査の後、507号の牽引を行う。各員出場準備。了解。なんだ。次元同期プログラムが。これはどうした、ルイ。同調取れません。メインシステムは正常に働いています。この現象と何か関係が。記録を取れ。了解。泣いている。本物だ。綺麗ね、ユウキ君。何？ルイさん。どうした、キリアン。これ。キリアン、それは何だ。何って、ルイさんへのプレゼントですよ。あ、もしかして焼いてます。何を言ってる、任務中だぞ。全員ビッグワンに戻れ。キリアン、そのグローブ、すぐにユキに調べてもらうんだ。え、はい。見て。よく似てる。そうね、よく似ているわ。あなたのふるさとに。
急じゃ。こんなにたくさんの隕石が降るのを見たことないけどね。これは時のかけら。時のかけら、運命に抗い打ち砕かれて散った者たちの最後の思い。時の津波に飲まれ永遠に失われたはずの、今は誰も知らない悲しみの記憶。許されざる運命が今よみがえろうとしている。なぜ、何を伝えようとしているの？次の停車駅は惑星ヒーライズの衛星ディグエット。ディグエット、衛星。停車時間は1時間27分と6秒です。あの星じゃないのかい？あ、ヒーライズにはその昔一度だけ停車したことがございますが、諸般の事情であれなんでございます。はい。あれって何さ？え、いや、それはその、あれはあれとしか言いようが、まあその人生いろいろと申しますか、人は見かけによらないというか。どうしたんだい社長さん。訳があってこの39はヒーライズで降りられないのよ。あの隕石のせいかい？あれ、それも申し上げるわけにはいきませんので。はい。だあ、変なの。ヒーライズは銀河鉄道の路線図から永久に抹消された星。特異点反応。はい、キリアンさんのグローブから検出されました。各小隊の報告によると、同様の現象が起きた全ての中域で次元同期プログラムが異常をきたし、発信源不明の音声を受信しています。あの歌か。はい。時空を超えて現れた風景とは謎の歌声。なんだかロマンチックですよね。銀河鉄道の軌道上にだけ現れる幻覚なんて。あれを幻覚っていうのかしら。誰にでも見えて触れて聞こえるってことは。あれ、お堅いコメントですね。何よ。海辺の景色を見てうっとりしてたのに。うん。ゆうきさん、ご実家から荷物が届きましたよ。俺に？こっちでも買えるのに。銀河亭のラーメン。こんなに食べきれないよ。ビッグワンのレーションに積んでおきましょうよ。あ、デビット、これ。お、旅人製の地酒か。いつも悪いな。じゃあこれも。旅人茶、それは遠慮しとく。そう？鉄郎さん、メーテルさん、発車時刻にはくれぐれも遅れないようお願いしますよ。ああ、鉄郎、私はちょっと行かなければならないところがあるの。そう。先に食事を済ませておいて。わかった。そうそう、いつも言ってた、思いを伝えるにはこれが一番いいってな。いらっしゃい。こんにちは。ご注文は？ミルク。はいよ。乾杯。お疲れ様。よく勤め上げたな。ささやかな引退式さ。手紙を運ぶことに人生を捧げた男のね。そうなんですか。お兄さん、見ない顔だが一緒に祝ってやってくれないか。さあさあ、座って座って。50年以上も。そう、雨の日も風の日も。へえ、長い間お疲れ様でした。ありがとう。
お前さんは銀河鉄道に乗ってきたのかい？はい、星野鉄郎って言います。マシューです。若い頃から郵便配達ほど素晴らしい仕事はないってのがこいつの口癖でね。だってそうだ、他にこんな仕事があるか。人から人へ心の思いを伝える大切な役目なんだ。私は誇りを持っているよ。あんたの誇りのために寂しい思いをした人のことを忘れちゃいけないよ。あの世で詫びるさ。だがたった一つ心残りがある。それは宛名も差出人も書いていない。ついにわからなかったのね。あの、それ何か書いてありますよ。うん、お若いの、年寄りをからかっちゃいけないよ。いえ、僕には読めませんけど、確かに。一体誰がどんな思いを込めて誰に送ったものなのか、この手で届けてやりたかったな。ようこそ我が城へ。私はモデスト医師と言われなき時の洗礼を免れた者だ。私は存じ上げているよ、メーテル。この私に警告をしに来たんだな。行かなきゃ。おい、ちょっと待ってくれ。え？お前さん、この手紙の宛名が本当に見えるのか。はい。人に出会うだろう。どうかこの老人の思いを継いでくれたまえ。ねえ、メーテルならこれ読めるかな。メーテル。どうしたんです、鉄郎さん、そんなに慌てて。メーテルがいないんだよ。え？車掌さん、あの星へ降りてくれ。それは無理です。スリーナインはヒーライズへ降りることができないんです。どうしてさ。きっとメーテルはヒーライズへ行ったんだよ。なんですって。お願いだよ、車掌さん。では機関車さんと相談を。シリウス小隊に緊急出場要請。システムチェック。システムチェック、スタンバイ。キリアン。ソリューシワープ走行発生期間異常なし。機動通信レーダー異常なし。重力ブレーキ異常なし。全武装システム異常なし。ミッションデータダウンロード完了。メインボイラー接続点火。ビッグワン第6装備にて出場。
第6装備スタンバイ。上昇フロート固定確認。コスモセーバークルー搭乗完了。微速進行出場位置へ。微速進行。磁力シールド発生期間正常値へ。エネルギー正常、ボイラーの圧力上昇、シリンダーへの閉鎖弁オープン。臨界まであと02。38番線発進スタンバイ。38番線の旅客列車退避完了しました。ビッグワン発進を許可します。発進許可確認。ボイラーの圧力 120%。 臨界の接続接続。システムオールグリーン。ビッグワン発進。惑星ヒーライズで39号は無残に横たわっていた。生存者の名前は星野哲郎。次回
銀河鉄道物語、忘れられた時の惑星第2話。俺たちは次の駅で何かに出会う。